こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。今日はですね、混ぜて丸めて焼くだけっていう超簡単なかぼちゃのスノーボールクッキーというのを紹介していきたいと思います。小麦粉も米粉も使わないので、すっごい軽い食感のクッキーになってます。ダイエットの人とかね、あと簡単にお子さんと作ったりしたいななんていう方にぴったりのおやつです。よかったら最後までご覧ください。それでは行ってみよう。材料ですね、まずかぼちゃ、そしててんさい糖、植物のオイル、これはね、オイルによってすごく味が違うので、いろいろ試してみてください。今日は米油を使います。そしてアーモンドプードル、片栗粉、そしてお塩になってます。まずかぼちゃは一口大くらいに切ってですね、塩をまぶしてよくね揉み込みます。で、しばらく置いてかぼちゃから水分を引き出して蒸し煮というのにしていきます。5分ほど置いてこんな感じでこう水分がね出てきたら、かぼちゃの皮を下にして並べたら、ここにお水をですね5ミリくらい張ります。こんなくらいですね。そしてこれで中火にかけて蒸し煮にしていきます。途中で水分がなくなってきたらお水を足しながら、10分か15分ぐらいで竹串がスッと通るようになるまで蒸し煮をしていきます。かぼちゃの蒸し煮ができたら、今回はね皮の方はちょっと剥いて、この黄色い部分だけを使っていきます。そしたらねかぼちゃを潰していきます。ここに材料をねみんな入れていきます。天才とオイルですね、アーモンドプードル、片栗粉、そしてお塩を一つまみ、これをよく混ぜます。そしたらこれを丸めていきます。10等分にして丸めていきます。はい、150度のオーブンで30分ほど焼きます。焼き上がりました。ちょっと熱くて触るとねホロホロっと崩れちゃうので、冷めるまで天板の上で置いておきます。完成しました。丸にねこんな感じでできてます。では早速食べてみたいと思います。かぼちゃのね風味と甘みがすごくね口の中に広がる感じで、優しい甘さで美味しいです。サクサクしてるっていうよりはかぼちゃの分量が多いので、しっとりとふわっとした感じのクッキーです。丸めて焼くだけなのでとっても簡単に作れるので、よかったら作ってみてくださいね。じゃあね、最後までご覧いただいてありがとうございました。番組が気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。